はい、どうもラルでございます。ということで今回もニャンコ大戦争スマホ版の方をやっていきたいと思います。ということで今回なんですけれども、前回ですかね、 EX キャラクターで、日本編の1章から3章のボスを倒していくっていうのをやったんですけれども、今回その続きで、その時にまだ使ってないね EX キャラクターの方が、まだまだあるので、まあ、そのパート2ということでやっていきたいと思います。ということで、まあ一応前回使った編成に関してはもうこんな感じなんで、もう次はね、もうこちらの出陣がついてないキャラクターたちを使っていきたいと思うんで、ちょっと今からちょっとね、編成組んでいきたいと思います。はい、ということで、こちらの6体になりました。ということで、こちらの6体でね、今からやっていきたいと思います。ということで、西表島に向かいましょう。はい、じゃあとりあえず参りましょうか。カオルくん戦はな、まあとりあえず、どうしようかな。まあマッチョを出しながら行きましょうか。まあ多分ね、今回もね、前回と同じ結果になると思うんですよね。まあ一応ね、EX キャラクターも強いので、もうなかなかでもね、使う機会もないキャラクターたちが結構いるんでね、この女王に関してはね、本当に使い道がなかなかっていうので、まあこのね、ゾンビのやつはね、なんかこれ猫ボーンのあれだったよね。たまに使うときはあったけど、ほんとここ最近はね、使うことが全然なかったんですよね。まあ、なので、まあ、とりあえずね、あとは、そうかね、マッチョに関してもなかなか使う機会ないよね。ほんとにネタのときに使うぐらいじゃない。まあ、これにね、向き足を入れたらもう完璧なね、姿になるんですけど。ということで、気がついたら終わってたわ。まあ、カオル君に関しては圧勝でございます。はい。じゃあ次、2章の方行きましょうか。ほい、じゃあ行きましょうか。あ、待って、早い、ちょっと待って、スピードアップが。まあとりあえずもうこれも、ね、特に戦略もクソもないんで、もうただね、適当に出していきます。はい。そうだね、まあそれだよな。まあ、ブンブンがちょっと怖いんだよね、これに関してもね。まあひたすらとりあえずマッチョ出しながら、まあ抑え目はね、多分問題ないと思うんで、まあ、とりあえずどんどん出していけばね、大丈夫かなと思うので。EX キャラクターもなかなかね、使えるので。さあ、ということで、ニャンニャンを、さあ、ボコしなさい。もうじきじゃない？もうじき。もうじき倒すそうな気がする。やっぱり強えな。おー、さすが EX キャラクターだな。はい、ということで、まあ、圧勝ですね。出撃制限来てしまったんですけども、まあ、とりあえず2章も圧勝でございます。まあ、次がちょっと問題なのでね、次、気張っていきましょうか。じゃあ次ね、3章の方行きましょう。ちょっとスタミナの方がなかなかギリギリだったんですけども行きましょう。まあこっからがね、もう本番なので行きましょうか。このね、あ、これいい感じだけど、もう隠す意味ねえんだよなこれ。ああ、てかおかしいだろ、上半身がこれで、下半身がそんな細いのはちょっとおかしいな。別に狙ったわけじゃないけど、なんかちょっと運命的な、ね、合体してしまったんだけど、まあいいや、まあそんな感じ。ちょっと待って、違和感がすごい、違和感がきついよこれ。わわわわわわ、抜き足でやりたいな、せっかくだったら。上半身と下半身でちゃんとね、まあオベリスクみたいな感じでね。あ、オベリスクじゃねえな、なんだっけ、エクゾディアと全然違ったわ。まあそんな形で、ペロペロキャンディーで股間をね隠すっていう、なかなか斬新だね。ムキムキで隠したらなかなか面白かったけどね。さあ問題のブンブンはもうね、これどころじゃないんで、まあ、とりあえず出せるキャラクターどんどん出していって、まあ、どうせ多分定期制限の方が来たの、あ、もう来てるわ、あ、言う前に来た。ちょっとこのまま早送りでいきましょうか。ほい、じゃあそろそろ来ると思います。ちょっとスピードアップの方来るか。とりあえずもうマッチョでもう攻めていくか。お、もうじきか、もうじき、もうじき、えい、来やした、行きましょう。果たして大丈夫でしょうか。まあこっちはね、意外と結構壁がいるんで、そこのところは問題ないんじゃないかなと思うんで、もう多分マッチョの方が結構重なってんだよな。もうだからもうひたすらもう、あ、やばいけど強いね。まあ、ここまで来れば大丈夫じゃない？ほら。
あと何回かノックバックすれば多分勝てる気がします。いきます。いけ、マッチョ、お前のこの力を見せてみろ。この、あれ待って、下半身が、細い下半身が、頼りない下半身が、見えないけれども、もうじけ、ごめん。ほら、もうマッチョが重なってきてます。いけるぞ。これ、宇宙いけるかな、宇宙でね、未来編かな、ちょっと怖いけれどもね。よし、お疲れ様でございます。気にかけます。ということでね、前回パート1はパート2でね、終わるんですけど、まあ、なんとか無事ね、どっちも勝つことができました。まあ、またね、ちょっと使う機会があれば、これからもね、またなんかいろんなところで使っていければなと思うんで、その時はよければ見ていただければなと思います。あとはね、随時なんか面白い編成とか思いつきましたらやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。またね。